追跡はこちらに任せて、あなたはまずアキラ君のところに向かって。 遅いぞ。 ジェナを追っているのかもしれない。その可能性は考えられるわね。こちらでも確認してみるわ。礼儀音のおかげでこの通り無事だ。ひとりじゃ彼女たちを守れたというか。とっさのことだったから階段を派手に落ちてしまったけど、二人とも無事だ。ひとまず全員無事でよかったわ。医療班のヘリが向かっているから二人を引き渡し次第ジェナおよび保ムンクルスの捜索に当たって。了解だが急いだ方がいいな。二手に分かれよう。引き渡しは俺が、あんたは先に行ってくれ。 高エネルギー反応を捉えたわ。ホムンクルスね。
メインストリートの方に向かっているみたい。ジェナの姿は捉えられていないから、まずはホムンクルスを追って。悪いんだけど他の部隊の応援は期待できないわ。ひとまず応援として警察隊が向かうことになりそうよ。
かったよ。キメラの特徴を観察しようとして油断してしまった。だがおかげでこの身をもっていろいろ感じることができた。俺を掴む鍵爪の握力の凄さ、そしてあの翼が作り出す圧倒的な浮力、俺を軽々と持ち上げてしまうなんて。だがあのサイズであの力だとすると、奴らを率いていた黒翼の巨大キメラならどんなにすごいのか。一度経験して。いかん、興味は尽きないが何度も助けてもらうわけにはいかないからな。自重するよ。一応礼は言っておく。助かった、ありがとう。分かってるだろうが、今回のことマリーにだけは言うんじゃないぞ。いいな。情報開示、情報。
キメラみたいだ。そのままにしておくわけにはいかないわ。お願い、なんとかして。追わなきゃって時に邪魔してくるなんて。とにかく早く片付けて追跡に戻りましょう。